桃色クローバー Z 佐々木彩香様、枝広直樹福山市長、今岡義則福山市議会副議長、また本日はバラの町福山イメージキャラクターローラもお祝いに駆けつけていただいております。はい、今回植えていただくバラはすべて福山と名の付くバラで、ピンク色、赤色、黄色、紫の桃色クローバー Z さんのメンバーカラーの花を春に咲くと咲かせます。これから皆様には足元の土をトップで内部におかけいただきます。苗の脇に用意しております土をすくい、根元に2、3回おかけください。マスコミの皆様もカメラのご準備をお願いいたします。それでは皆様、土をかけてください。どうぞ。ありがとうございます。皆様、スコップは苗に向けたままでお顔を上に上げていただき、カメラに向かって笑顔をお願いします。じゃあローラちゃん、悲しい、悲しい、かわいい、ローラになりたい。あ、でもこれはいいですよ。これいいですか？今もう流してるやつだって。皆様、引き続き土を、はい、もう流れちゃうんで、もういや、いい、もう私だけの、私だけの宝にしますから。あの、桃黒板、あの板って言っておいてください。マスコミの皆様はよろしいでしょうか？マスコミじゃないけどいいです。マスコミさんこちらもございます。ありがとうございます。では最後に桃色クローバー Z さんの決めポーズ、Z ポーズで決めたいと思います。皆さん、あの手袋とコップをお預かりいたします。大丈夫です。はい、ありがとうございます。そしたら皆様、右手の親指と人差し指を開きまして、前方に突き出すレッドポーズをよろしくお願いいたします。桃色クローバー Z さん、掛け声の方お願いできますでしょうか？はい、ではお願いします。桃色クローバー Z、 一度だけお願いしてもいいでしょうか？こちら向けで一回お願いしていいですか？すいません。桃色クローバー、はい、ありがとうございます。皆様よろしいでしょうか？はい、ありがとうございました。ではここでローラは退席をさせていただきます。はい、では最後にですね、マスコミの皆様からご質問をお受けしたいと思います。質問のある方は挙手をお願いします。近づいても大丈夫ですか？こっちです。我々が大丈夫です。ね、
あ、じゃあこのぐらいの線まででいいですか。じゃあそこまでで、あ、そこ、あ、そこまででお願いします。それではご質問ある？あ、はい、じゃあすいません、代表して広島ホームテレビからお伺いします。お願いします。今回ですね、福山でのライブが決定しましたが、福山の持つイメージみたいなのは以前からありましたでしょうか。でも、あの全国ツアーで、あの私たちも一度来たことがあったので、あのイメージはありましたけど、でもやっぱり全国ツアーだったのでバタバタしてて、ご飯うんとか、あの存分に楽しめたわけでは前回はなかったので、今回はもっともっと福山のいいところだったり、美味しいものだったり、ありがとうございます。たくさん堪能していきたいなと思ってます。そうですね、福山にお越しになら、先ほどもちょっと弁当の話をされてましたけども、はい、なんかこう楽しかったり、なんかそんなのご紹介。今日ですか。はい、今日はあの朝福山の方に来させていただいたんですけど、早速福山城をご案内いただいて、あの福山城、多分あんまりその新幹線でこっちの方に来ることがなかったので、そんなにちゃんと福山城を見たことがなかったんですけど、いろいろご説明いただいて、新幹線で通る人は必ず来場してることになってるとか、そういう福山城に関することもちょっとお勉強させてもらいながら、先ほども市長とお話しさせていただいたんですけど、本当に美味しいものだったりとか、日本一のものっていうのがすごくたくさんある街かなと感じたので、これからあと本番が4月の22、23日なんですけど、あと2ヶ月ぐらいにこの福山市のことをもうちょっとたくさん勉強して、私たち自身も楽しみたいですし、ここに来てくださる私たちのファン、もののふさんにも楽しんでいただけられるように努力したいなと思うと同時に福山市にお住まいの方も、ももクロが来るっていうことを誇りに思ってもらえるような活動をしていけたらいいなと思います。多くのファンもですね、福山に訪れると思います。福山の魅力をですね、どういう発信していきたいとか、このライブへの意気込みをお伺いできないですか。はい、本当にこの春の1対10っていうライブは、私たちだけじゃなくて、こう来てくださる皆さんだったり、福山市に一番の皆さんだったり、市長だったり、皆さんの深い協力をいただいているもので、まあ、いつもライブは私たちだけじゃなくて、ファンの皆さんとやってるっていう意識は他のライブでももちろんあるんですけど、やっぱり全然このライブが一番それを感じられるというか、本当に温かい空気で会場が包まれて、すごく私たちも大好きなライブなので、この私たちのライブの楽しさだったり、私たちのファンのもののふの皆さんの優しさ、温かさみたいなものも福山市の皆さんに伝わったらいいなと思いますし、私たちも全力で福山市を楽しみたいなと思いますので、どっちもね、お互いいいところが感じられるようなライブになったらいいなと思います。代表からは以上になります。はい、意気込みです。今回でこの春の一大事というのは、私たちにとっては5回目の開催になるんですけど、アリも言ってくれたように、一大事というのはやっぱ街の皆さんだったりとかに、そのももクロが来る、ライブしに来るということで、喜んでもらいたいなっていう思いも込めてのライブだったりするので、たくさんご協力いただくこともあるかとは思うんですけれども、普段なかなかライブに足を運ぶ機会がない方々にも、私たちのライブを見ていただけるいいきっかけになったらいいなと思いますし、きっと全国から私たちのファン、もののふの皆さんも足を運んでくださると思うので、遠方から来てくださる方にも、この福山市の魅力っていうものを知って帰っていってほしいなって思います。皆さんにとってね、幸せなライブ、幸せな空気をこうお届けできるように頑張りますので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。閉めていただいて、閉めていただいて、進行していただいて、はい、福山市はこうバラがすごく有名で、先ほど市長からお話も聞いたんですけど、この戦後の復興の意味も込めて最初に
植えられて、それから大事にされてきているお花ということで、今回こういうふうにそうやって町の人にとってもとても大切なバラというものをこの春のライブを記念して植えさせていただけたことをすごく嬉しく思いますし、私たちももいろクローバーですがこうやっぱそれぞれテーマカラーがあるので、お花もねこうそれぞれの色があるように、なんかそうやって自分のカラーにちなんだものをこうやって記念として植えることってなかなかないので、すごくいい経験をさせていただけて嬉しいなと思います。市長、これいつほど咲くんですか？あ、いい質問ですこの5月はちょっと早いかも分かりませんが、はい、どうでしょう、来年？お、来年？来年は頑張って探せますね。で、はい、この、まあ、この春の一大事っていうライブでこうお世話になった町の皆さんって、まあ、もちろんそのライブの時期っていうのもそうなんですけど、その後もこうまた何年後かにこうお邪魔したりとか、継続的に仲良くさせていただいている地域がたくさんあるので、こう福山市の皆さんともこのまたバラが咲く頃にもうこうやって仲良くさせていたらなって思いますので、そういう象徴にもなったらいいなと思います。はい、皆様ありがとうございます。以上をもちまして、ももクロ春の一大事2023 in 福山市の開催を記念したバラの記念植樹セレモニーを終了いたします。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。でしたら皆様、右手より手続きをお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。